霊界はどの霊界でも裁かれていくのではなく、自らが自然に行きます。それが地獄でも同じです。修羅道は争いの霊界で、例えばこの霊界では年がら年中殴り合ってる人たちがいます。まさにその光景は地獄絵図です。ひたすら殴り合っていることなど全くの無意味で時間の無駄だから、そんなことやめればいいのにと思いますが、やめれません。なぜなら好きで殴り合ってるとも言えるからです。短絡的に考えれば、本人が好きでやっているのなら修羅道も別にいいだろうと思う人もいるかもしれませんが、宇宙の法則にはかないません。霊界の上と下の違いは何か。霊界の上に行けば行くほど神に近く、霊界の下に行けば行くほど神から遠くなります。霊界の上下は神との距離と考えていただければいいと思います。修羅道は本人が好んでいても神からは遠いのです。宇宙の法則から外れ、その反動はいつか必ず来ます。現実界でも日々殴り合っていれば、そのうち支障が来たすようになります。警察沙汰になる、社会的に制裁を受ける、怪我をして身体に害を被る、両親の呵責が湧き起こる、いずれも宇宙の法則から外れたことによるものです。霊界は大きく分けて天国界、中遊界、地獄界の3つに分けられますが、多くの人は真ん中の中遊界に行きます。天国界は優雅で満ち溢れた素晴らしい霊界ですが、ほとんどの人は天国界に行けません。残念ながら多くの人は天国界の住人として値しないのが現状なのです。分相応ならぬ霊相相応なのです。天国界に合わない霊相の人は天国界には行けません。これも自然のなせる技です。例えば平凡で普通の中遊界レベルの人がいたとしましょう。死んで裏口から天国界に入りました。まあ実際は不可能なんで、あくまで例です。天国界はさぞかし素晴らしい世界と思いきや、眩しく光ってるだけで何も見えません。天国界の人たちと話しても価値観が違い、全く合いません。結局この世界に溶け込めず、自分にとって合う霊界に行くのです。自分にとって合う霊界とは、この場合は中遊界ということです。死後の霊界は自分に合う霊界に行くので、ある意味どの霊界に行ってもその人にとっては居心地がいいとも言えます。周囲も皆霊相が同じなので、レベルが同じ、価値観が同じで話が合う人ばかりです。中遊界はそのような人が集まり、コミュニティを使って生活しています。現実界では多くの悩みの原因となる人間関係の悩みはここではほとんどないでしょう。皆似通った者同士で意思疎通が容易だからです。だから現実界より多分に暮らしやすいと思います。しかし暮らしやすいからといって中遊界にいつまでもとどまっているわけにはいきません。それでは生成回復進歩発展の宇宙の法則から外れていきます。天国界を目指さなくてはいけません。では天国界に行くにはどうすればいいのか。中遊界で本屋に行ってもレベルの高い本などありません。平凡で普通の本しかありません。周囲に聞こうものならこう言い返されます。天国への行き方が分かっていたらとっくに天国界に行っている。要は霊界では自分が知っていることは皆も知っているのです。自分が知らないことは皆も知らないのです。ここに現実界に生まれてくる意義が大いにあるのです。